写真拡大。セリーグ DeNA2 対9阪神11回戦 DeNA5 勝5敗1分11日横浜試合終了の瞬間ベンチ前で人差し指を天に向けて突き上げ雄たけびを上げた。ガルシアが7回108球を投げ4安打1失点の熱投。今季8試合目の登板で待望の初勝利を挙げた。すごく嬉しい。一生を目標にやっていたのでね。日本語でありがとう、ありがとう。当のヒーローは顔をくしゃくしゃにして喜んだ。